シャルルトママヤールド・トゥルノンは、サボイア公国出身の枢機教。教皇クレメンス11世の施設として、清史に赴き、中国の天礼問題に関する教皇の決定を、公規定に伝えたが、階段は、完全に決裂した。名は、イタリア語式に、カルロトン・マーゾとも言う。中国語の名前は、タラもしくは、タクラ・トゥルノンは、トリノに生まれ、日ッの大学で進学と法学を学んだ。 ローマで教皇クレメンス11世によって1701年にアンティオキア総大司教に挙げられ中国の天礼問題を解決するための施設として清市に派遣された。教皇は1704年11月20日の直令、カムデウス・オプティマスによってキリスト教徒が儒教の天礼に参加することを禁止し、またキリスト教の神を天、上帝などと呼ぶことを禁止した。 1703年にトゥルノンが出発した時、まだ直令は正式に発行されていなかったが、すでに方針は定まっており、トゥルノンはその内容を知っていた。トゥルノンはフランスの船に乗り、まずインドのポンディシェリに到着した。インドでもロベルトでのビリ以ライ、イエズス会がインドの習慣に強調した布教を行っていたので、これを非難した。トゥルノンは旅を続けて、 マニラ経由で1705年4月に、甲州に到着した。公規定の招きによって12月4日に、北京に到着し、フランス人、イエズスカイ宣教師の家に滞在した。トゥルノンは、儒教の祭祀が、キリスト教と共存できないという教皇の禁令を伝えたが、公規定は、祭祀は何かの利益を求めるために行うものではなく、儀礼に過ぎないとして反対した。 議論が膠着したため、トゥルノンは、公衆へ戻った。その途中、1707年1月25日に、南京で教皇の直礼を伝え、孔子の祭祀に参加したり、神を、上帝と呼んだキリスト教徒は破門すると宣言した。一方、熙帝は許可証を与えられた、宣教師だけが中国に滞在できるとした。熙帝は、トゥルノンをマカオに追放した。 マカオのポルトガル人はアジアの教会の管轄をめぐって教皇と対立しており、ポルトガルによる独占的な教会管理権の敵としてトゥルノンを監禁した。1707年8月1日、クレメンス11世はトゥルノンを数機教とした。トゥルノンは1710年にマカオで没死した。遺体はローマへ送られ、そこで埋葬された。 高規定は宣教師が有用であることも知っていたので、問題の外交的解決を期待して教皇へ施設を送った。しかし、最初の施設は公開中に遭難し、二番目の施設はローマに留められて帰ってこなかった。1716年、高規定は北京を訪れる人ごとに施設の帰還を要求する公表と呼ばれる文書を渡した。その後、施設に随行していた。 半森義が1720年に北京に帰り着いた。一方クレメンス11世も後期帝に手紙を送った。クレメンス11世は1715年にも直エクスイラ大を出して改めて天霊への参加を禁じた。ありがとうございます。